が死んだ。ある日朝起きたらそんな連絡が入っていた。バカな、そんな、だってこの前会ったばかりだ。ラジオの仕事が軌道に乗ってきたって嬉しそうに話していたあいつが死んだ。俺は信じられなかった。いつものようにラジオを流した後、ラジオ局で亡くなっていたらしい。原因は不明だと。不明？どういうことだ？おそらく自殺だろうということで、警察は早々に捜査を打ち切った。自殺？ふざけている。あの夜、あの放送で何かがあったのは間違いないはずだ。俺は自分で弟に何があったのか知ら、
鬼川まさきです。このコーナーでは僕、まさきがリスナーさんから送られてきたホラーな話を読んでいきます。ということで、早速読んでいきたいと思います。ラジオネーム、とうこさんからの手紙です。これは、霊感のある同級生の小学生の時の話です。その子は生まれつき霊感がありました。保育園の頃ははっきり見えるわけではなく、なんとなくもやのようなものが見えたり、一定の場所がひんやりと感じたりする程度だったようですが、小学生になってからははっきり見えるようになったそうです。いつも同じ場所に男の人がただ立っているなぁと思っていたら、他の人には見えていないことを知ったことが始まりだそうです。そこから見えるという恐ろしさを感じるようになっていったと言います。女の人が彼氏とカフェでお茶をしているなぁと思ったら、彼氏の方の足がなかったり、可愛い女の子が公園で遊んでいるなぁと思ったら透けていたりと、幸いにもその子は声が聞こえることはなかったこともあってか、実害がなかったので気にしないようにするようになりました。小学5年生くらいになった時でしょうか、一人の幽霊が自分の後をついてくるようになったのは、いつも何かを言っているようですが、何を言っているのかわからないので、鬱陶しいと思っていたそうです。そんなある日、一つの事件が起こりました。その日は友達と遊んでいて、知らないうちに暗くなってしまっていて、急いで一人で帰っていたそうです。薄暗いからか、少しの物音でも反応してしまい、怖くなってしまっていました。そんな時、こんばんは、と、声をかけられたそうです。振り返ると中年のおじさん、一人、家まで送ってあげようか。そう話すおじさんに、恐怖を覚え断って去ろうとすると、腕をつかまれ、送ってあげると言ってるじゃないか、と。恐怖のあまり声も出ず固まっていると、急におじさんが悲鳴を上げて逃げていったそうです。おじさんが見ていた方向を見ると、そこにはいつもの幽霊が。幽霊はその子を、見守ってくれていたのでしょうか。7の1。まさきのホラーの話。はい、今回もやってきました、ホラーの話。今回も手紙読んでいきますよ。ラジオネームとうこさんからの手紙です。お、この人前も送ってくれた人ですね。前回の話とっても良かったので今回も楽しみですね。これはいとこが確か中学生の時、いとこは家族が病気になりとても気を落としていたそうです。いとこはその時のことを人生で一番どん底だったと今でも言います。家族が病気になったけど何もできず、苛立ちと不安で情緒不安定になり、不登校になったと言います。何もする気になれず、ただ空を眺めてはため息をつく。そんな毎日を過ごしていたそうです。しかし、そんな彼女に唯一、一つの希望がありました。親友の存在です。小学生の時に意気投合した友達がおり、とても仲が良かったそうです。その子はいとこのことを心配して、毎日家に来てはいとこの苛立ちや不安に寄り添って話を聞いてあげたり、学校での楽しい出来事を話して笑わせてあげたりと、暗い心を照らしてくれたそうです。いとこの家に親友が泊まっていくこともあったそうです。そんなある日、
今日も親友が来てくれるのを楽しみにしていた。いとこがふと時計を見ると、いつも来る時間より30分も遅れていることに気がつきます。部活が長引いているのかもしれない。今日は忙しくて来れない日なのかもしれない。そう自分に言い聞かせていましたが、チクタクチクタクと時計の音は大きくなるばかりです。遠くからピーポーピーポーと救急車の音が聞こえる気がします。と、プルルと一本の電話がかかってきたそうです。親友が交通事故に遭ったと。親友はそのまま帰らぬ人になってしまったそうです。いとこは自分を責め生きる意味をなくし、たどり着いた先は自殺でした。誘われるかのように橋から身を投げ出そうとしたとき、いとこを呼ぶ声が聞こえました。構わず飛び降りようとすると、また呼ぶ声が。今度はそれだけではなく、女の子の顔が目の前に現れたそうです。それは、あの親友の顔だったし。いとこは驚きと戸惑いとが一気に溢れて、親友を思い出し、その場で泣き崩れ、自殺はやめたようです。それから親友の声も顔も聞くことも見ることもできず、その時一瞬だけだったそうですが、いとこにとって親友はこれまでもこれからもかけがえのない存在だそうです。なんなのに、まさきのホラーの話。はい、始まりました、ホラーな話。今回はどんな話が出てくるのか、手紙を読んでいきましょう。
ラジオネーム、トウコさん。お、またまたこの方ですね。まあ、このトウコさんが送ってくれる話は、幽霊の本若話なので、今回も楽しみですね。今回はどんな幽霊が出てきてくれるのでしょうか。これは、友人が高校生だった時の話だと言います。家族が病院に入院することになり、毎日病院にお見舞いに行っていたそうです。その病院は総合病院だったのもあり、大きくて医者や看護師の数も多く、いつも人が出入りしているような病院だったようです。ちょうどその時期は人事の時期だったのか、見たことのある看護師を見なくなったり、新しい看護師をよく見るようになったりと、人の入れ替わりが多かったように感じていたそうです。いつものように家族のお見舞いに病院へ行った彼女は、今日もまた廊下で新しい看護師とすれ違います。その看護師は家族がいる部屋の方から来たので、何気なく家族に、また新しい看護師入ったの?と尋ねると、いや、知らないよ。と言われました。自分の勘違いだったのだろうか。前からいた看護師なのか、違う部屋から来た看護師なのか、記憶をたどり出てきた部屋の場所を思い出しても、やはり家族の部屋のような気がするけど、そんなことが頭によぎりましたが、それ以上は考えないようにしていました。すると、隣のベッドの中年女性が声をかけてきました。病院だからね、いろいろあるさ。そう言うと少し微笑み、飴を家族と私に一つずつくれたのを覚えています。とてもにこやかで感じのいいおばさんでした。数日後、見舞いに来ていたら遅くなってしまい、面会時間もあと少しという時間になっていました。トイレに行き、家族に声をかけてから帰ろうと部屋へ向かっていた時です。家族がいる部屋のドアが開いたかと思うと、この前見た看護師が出てきました。なぜかとっさに隠れてしまい、様子を見ていると、一緒に出てきたのは家族の隣のベッドのおばさんでした。看護師と手をつないで歩いていきます。すぐに家族のいる部屋に入り、隣のおばさんのことを聞くと、一人でふらっと部屋を出て行ったというので慌て追いかけました。おばさんと看護師が見え、後ろから、おばさん!おばさん!と声をかけるものの、聞こえていないのか全く反応がありません。看護師ももちろん後ろを振り返ることはなく、二人で歩いていきます。エレベーターの前で二人が止まったので走って追いかけ、ちょうどエレベーターに乗ったところでやっと追いつき、エレベーターの中でおばさんの腕を掴むことができました。おばさん大丈夫?そう言うと、看護師はこちらをぎろりと睨み消えていきました。エレベーターには何も覚えていないおばさんと二人だけで乗っており、B2 のボタンが押されていました。後から知ったのですが、地下2階は霊安室でした。あの看護師はおばさんを連れて行くつもりだったのでしょう。何なんでしょう。まさきのホラーの話。はい、今回もホラーなお手紙読んでいきますよ。ラジオネームトウコさんからの手紙です。この方おなじみになってきましたね。今回はどのような話なのでしょう。最近知り合った同じバイトの子の話。兄弟が入院し気持ちが下がっている日々。その子は兄弟のためにと毎日病院に通い一生懸命看病していた。あ、すいません。いつもと同じ人ですよね。ああ、やっぱりちゃんとトウコさんですね。あ、すみません。いつもと書き方が違うので違う人かと。あ、すいません。はい。
続けますね。いつものように病院へ行くと、兄弟の担当医が部屋の前に立っていた。別室に案内され、医者の重々しい口が開いた。もう長くはない。もって1ヶ月程度だと。兄弟の病室に行くと、と？あ、すいません。あ、変なところがカタカナになっていて。続けますね。病室に行くと、兄弟はいつものように笑っていた。それからは時間があるときは少しでも病院に行くようにした。そうするうちに1ヶ月が過ぎ去り、医者に宣告されてから3ヶ月が経とうとしていた。その日はいつもより少し寒かった。病院へ向かう途中、小さな男の子に声をかけられた。お母さん？と。違うよ。そう言うと泣きそうになったため、男の子のお母さんを探すことにした。すぐにお母さんが、みつ？また変なところがカタカナですね。みがカタカナでした。すいません。続けます。お母さんが見つかり男の子を渡した。去ろうとする私を見て、男の子のお母さんが、疲れているみたいだけど大丈夫ですか？と声をかけてきた。家が近いから休んでいってくださいと。自分でも知らないうちに疲れが溜まっていたことに気づき、お言葉に甘えて家に少しだけお邪魔するようにした。お茶とケーキを出してもらい、久しぶりにほっと息をついて休んだ。そんな甘い時間は風のように過ぎ去っていったようだ。時間、大丈夫ですか？と声をかけられ、はっと時計を見た時には面会時間まであと1時間という時間になっていた。ほんの少しいたつもりがそんなに時間が経っていたのか。ここから病院までは30分かかる。すぐに家を出た。挨拶をきちんとしなかった。そう思い振り返るとそこに、家はなかった。しかし気にする暇はない。急いで病院に向かっていると携帯電話が音を立てた。ポケットで小さく鳴った音に私は気づかなかった。病院に着くと、ドアの前に兄弟に似た小さな男の子が立っていた。不思議に思って近づくと、男の子が、僕が苦しくていなかった時、何してたの？そんな風に言ったような気がした。慌てて病院に入ったが、もう手遅れだった。私は兄弟の名を叫び、大声で泣いた。どうして？その瞬間、何かが私の中にスーッと入ってきた感覚があった。それから兄弟は私のそばで私をずっと見ている。ずっと。7の4。
崎のホラーな話。最近このラジオの反響がすごくて嬉しいばかりです。ありがとうございます。ということで今回も読んでいきますよ。はい、今回もおなじみラジオネームとうこさんからです。いつもみたいに誰のお話か今回書いてませんね。まあ読みますね。両親なんて最初からいなかった、そう思っている。弟を私が守らないといけない、それだけだった。私には弟しかいなかった。友人も親戚も誰も私のカタカナですね。前の手紙でも何個かありましたね。読めないことはないんですけど、気にしていると話が止まってしまうので、できる限り気にせず読むようにしますね。続けます。私の周りには誰もいない。いや、いなくなっていた。気づいた時には弟と二人だった。許せなかった。何もかも。私の怒りは全てに向いていた。みんな不幸になればいい。そう思った。いつも決まった時間に手紙を書いた。丁寧に。見えるもの全てを取り込んで。そうした手紙は相手に響く。相手の読んだ時の顔を見るのが好きだった。私たちの世界、へごちそう、へご。世界へ、ごちそうか。やっぱりカタカナ入ってると読み間違えちゃいますね。まあ、すいません。続けますね。ごちそうを用意して、弟はいつも私の隣にいる。心配そうな顔をして、そんな弟の手を私は握る。弟が眠ってしまった時、できなかったことを今、苦しみですね。苦しみも悲しみも、すべて忘れて、私と共にみんな行こう。私の周りではよく人が亡くなる。私のせいなのだろうか。ほら、あなたにも会いに行きますよ。下の方に何か書いてありますね。手紙読みましたか？あ、全部カタカナで書いてありますね。手紙読みましたか？ですかね。でも手紙ってこれのことじゃないですよね。何のことでしょう。手紙、ちょっと、探してみようと思います。あったら、また次回、読もうと思います。
始まりました。鬼川まさきです。前回のラジオを聞いてくださった方はわかると思うんですけど、なんと手紙ありました。資料の間に挟まってて気づきませんでした。ということで今回はこの手紙読んでいきますよ。前回に引き続き今回はどのような話でしょう。今回も毎度おなじみラジオネームトーコさんからのお話です。今回はタイトルのようなものもあるようですね。では早速タイトルから読んでいきましょう。この闇、弟は熱く燃え、姉は青き息を吐く。トナコには何もできぬ、一人離れゆくトナコ。暗闇には一筋の光も見えぬ。あそこに見えるは怪物か。招こうとも動きはせず、醜い面は面影をも見せぬ。先には島も色もなき、白きウサギにはついてはいけず、さまようものの骨一つ。変わりゆくのは己か誰か、怪物傍らに置こうとも、鏡に映るは暗き闇。落ちれや落ちあれ落ちずとても、生きゆく先は何もなし。は鬼川春夫、トナコの闇は絶対読むな。読んだら死ぬ。俺にはもう時間が。